はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。ヘルティブログです。私たちは今日私の一番好きな食べ物を食べに行きます。ひつまぶしです。そう、名古屋飯。名古屋でいろんなお店に行ったことがあるけど、一番名物のところに行ったことないです。熱田蓬莱軒というお店です。もう愛知県民だったら誰もが知ってるザ・ひつまぶしの有名店だねそうそうそう。けど私たちはそこに行ったことない。俺は行ったことある。何回か。レナを連れて行かなかっただけだね。どういうこと。俺誰と行ったんだろうね。浮気友達かな。浮気はい、ということで今日はレナさんを連れて行こうという回でございます。はい、どうせここの熱田エリアにいるなら熱田神宮を寄らなきゃいけないなと思って、このエリア今新しくオープンしたから見たいなと思って。あ、これ三宅締めだよ、新しいの。だいぶ三宅締め変わってますね。おしゃれになったね。1年ぐらい前に三宅締め食べに来てるので、まあ、こちらもね名古屋飯なので興味がある方はぜひ動画チェックしてみてください。時間がないのでもう早速。あ、もうあと10分ぐらい予約したの。熱田蓬莱軒神宮店に行きましょう。ちなみにめちゃくちゃ人気だから予約しないとねスッと入れないんだよねで予約しても4時半に来てくださいって言われたから。開店が4時半で開店ちょうどに予約しましたんで今から行きたいと思います。あ、レナあそこにあるよ蓬莱軒。ちょっとイメージと違うよ。すごい、開店と同時にどんどん埋まっていくね。うん、すごい、本当に人気のお店だね。雰囲気もいいし、外に中庭がある。めちゃめちゃ可愛い。何を食べましょうか。ひつまぶし3990円。1半ひつまぶしってのもあるよ。1匹半入ってるやつ。いや、1匹でいいでしょ。絶対に多いでしょ。あ、うなぎ丼もある。なみ、じょう、とく。うなぎ定食とかもあるし、懐石料理もあるよ。9900円。うなぎ懐石料理小竹梅9900円から14300円。でもお祝い事だったら全然いいね。また今度ね。社長のお金でね。社長のおごりでね。お酒。あ、ビール飲もう。あ、生はないけど瓶ビールがいろんな種類あるんだね。ワインもあるよ。白ワインとか赤ワインってうなぎに合うのかな。すいません、とひつまぶし2つ。飲み物が来たよ。何入れ。何。日本の文化。ありがとう。はい、乾杯。美味しい。この瓶ビールうまいわ。あん肝です。お酒のおつまみにあん肝、銀杏の素揚げ。今この季節になりましたね。銀杏。そうですか、社長、銀杏。外国人ってあんまり銀杏好きじゃなさそうだけどね。分かれるんじゃない、うん、好きな人と嫌いな人。マッチでございます。いただきました。来ましたね。食べ方のご説明よろしいですか。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。開けるよ。来ました、ひつまぶし。ちゃんちゃんちゃんはい、カットカット。ちゃんちゃんちゃん、うまそう。パンパンに入ってるよ。で、焦げがすごい。色がめちゃめちゃいいよ。今から皆さんに食べ方を説明します。外国人がひつまぶしの食べ方を日本人で説明しますはい、ひつまぶしは3つのステップまたは4つのステップで食べることが決まってます。まずは4分に分ける。こんな感じ で4分の1にこっちに入れる。めっちゃ多いよ。1つ目の食べ方はそのままで食べます。
本当に美味しい。いただきます。うん、うまでしょ。完食。1杯目完食。2杯目は2杯目はネギを乗せたりこんな感じで。山椒がないんだね、残念。他のお店だと山椒とかも置いてあったり。よいしょ。これによって味が変わります。それはひつまぶしの楽しみ方です。さっきより全然美味しい。あ、そう薬味入れるとやっぱりなんか風味が豊かになるからめちゃくちゃ美味しい。うまい。3つ目のステップはこのだしを使ってお茶漬けにする。これとこれとこれかける。3つ目も食べました。3つに分ける人はまあこれで終わりだけど、4つに分かれる人が最後にお持ち帰りか。もうお腹いっぱいだ。まあその方もあるかもしれないけど、一番良かった食べ方をもう一回やるってこと。そう。なるほどね、うん、じゃあ蓮奈社長が一番好きな食べ方は何なのかっていうところだね。なんだろうね。茶漬けスタイルでした。あれちょっと足りない。魚を持つといらないでしょ。いらない。俺も茶漬けしたいよ。嘘、ね、レナ社長は傲慢だからこういうところあります。ありがとう。お腹ポンポン。多かったね、うん、ごちそうさまでした。めちゃめちゃいいエクスペリエンスだったね。ごちそうさまでした。食べました。もう今渋滞で待ってるよ。そうだよね。お腹がポンポン。私もお腹めちゃめちゃポンポン。お腹ポンポン、押すな。お腹ポンポン。お腹ポンポン。お腹いっぱい食べて今から帰ります。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。あった蓬莱軒も自分で行ってみてください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。